これはね、これあの例のごとくあれ大きい心拍の枝のえこのこの枝から出たやつ、うん、枝の枝を、うん、これはもう枝の枝なんてね偉そうなこと言わせないでね、本当枝でなくなってきたの。これが本体になってきたんです、うん、全部これ。元は枝だったんだけど、これは独立したね、独立した枝になってね、これは今あのあれなんですよ、立派にね、これそれぞれ一人ずつね独立できるから、これ。あ、そう、うん、それをね今ねこれもうあの今んとここれあのここつ一本の木だからね、これね、これをさ、これをあのこんなんでやったらダメか、これをですね、なんか苔をかぶ、うん、隠すためにやったわけじゃないの、これ違うよ、これはですね、これここにあの なかったの。そんな丸いところみたいな苔なんかあんの？あるよ、こういうの。これあの苔をコロッとしたやつ、熱い苔をここにポッと置いただけ、ただそしたらさ、かわいいでしょ、これ取ろうと思ったんだけど、俺あんま苔好きでないんだけど、ね、こういうとこにちょっとあるのアクセントでいいじゃん、うん、それでね、これ取らないで置いてあったんだけど、これはダメです。本当はね、5本立ちにする気したの、うん、1、2、3、4、5本と、うん、これさ、5本立ちにする気したけど、ダメだった、龍角散とこう来ちゃった、4本立ちになっちゃったんだ。まあ、いいでしょう。これね、ちょっとまあ、針金かけたから、いつものやってることだから別にどっちことねえんだけど、うん、ちょっとまあ、途中でこれ、あれだ、このぐらいできましたでもいいんだよ。はい、はい、完成しましたでいい。ああ、危ねえな。おう、ちょっと気をつけてよ。自分のことしか気にしてねえんだから。人のことは気にしない方だから。ちょっと気をつけてくださいね。これね、あれですよ。結構ね、立ってますよ、これ。挿し木してからね、1年、2年、3年。これで、切断して寝伏せで作って4年目だね、これ、うん、4年目。もうね、何しても大丈夫。これは曲げようが折ろうがねじろうが大丈夫だよ。こういう風になっちゃったらもう閉めたもんでね、あの薄いね、あの薄い石あるでしょ、平石、うん、ああいうのに植えてもかっこいいよ、これ平石。え、今日はね、ちょっと植え替えはちょっとしないんでね、針金かけだけね。これはこういう流れにしようか、それとも一人独立してこういうふうにやるか、どっちがいい？この右流れにしてこう吹き流しにするか、それとも一人一人独立できるわけさ、こうやって。こういうふうに。独立した寄せ植え。か、こういう吹き流し風の寄せ植え。どっちがインパクトある？いや、それはもう少し、いや、そのままでいいんじゃない？このままでいいってことは、右流れだよ、少し。これはさ、これだけで当てるよ。あ、これだけは立ててかい？うん。して、あと流すの、うん、これだけ立てて、あとこうやって流すのかい、こうかい。いや、で、うん、極端にこう流すぎだけど、ああ、極端にしないで、うん、やや右流れ、うんうん、春2番ぐらいだよ、うんうん、春1番ぐらい、うんうん、そよ風のような曲がり方、まあ、台風でなくて、そよ風で、まあ、曲がらないけど、思うけど、うん、台風の曲がり方でなくて、ちょっと自然の、うん、自然にふわっと曲がったっていう感じ、うん、あ、そういうのがもともと自然そうだもんね、これね。そうよし、そういうスタイルでいこう、うん、ガチッとやらないで、ちょっとこう軽くね、軽くだんだん低くなればちょうどいい、ね、ちょうどいいかもしれない。ちょうどこう、まあ、それでも一回こっちこうやって、ちょっとこういう癖つけるね、軽かにね、うん、こうね、こうつけまして、なんか
なんか言われたらだんだん難しくなってたね何気なくやってたけど、なんかやってるうちになんか難しくなってたぞ。おい、どうするよ、これ針金動かなくなった、硬くなった硬くなっちゃって針金。まあいいや、ちょっとこれこういう感じでいきますんで、いや、うん、それはそんなもんでいいと思うよ。そんなもんでいい、うん、よし、オッケー。その声、そしたらさ、まずね、これこういう風にかけるんだけど、あ、それが近すぎるんだもんな。これがね、いや、こういう、ここまで持ってくるさ、うん、こういう風に、うん、そうするとさ、ちょっと針金かけるのに枝邪魔だから今かけちゃうわ、これ、うん、全部にね、芯だけかけちゃうわ。かけてるうちにね、あの最初の自然さがなくなってきてるわけ、うん、最初はね、何にも自然のまんまのやつがこう出てきたでしょ。だからね、なんとなくね、かけてるうちにね、自然さがなくなるんだよね。もうなくなってきてるんだけど、だけどまた自然さに戻るにはね、また何年かかかるわけさ、うん、だけど嫌な時はね、これをね、ハサミだけでね、針金かけないんだわ、ハサミだけで落として作る場合もあるんだわ。そしたらさ、例えばこの木、こっから流れてしてはさ、こういうデコボコのもまた可愛いけど、さーっとこういう流れもいいでしょ。ただね、ハサミだけで作るとなるとね、この枝なのさ、次はこの流れとしては、うん、この流れがね、本当は自然なのさ、うんうんうん、でこっち行ってこれ小さくてね、太くて大きいっていうのは普通の流れと逆らってんだよね、うんうんうん、で、あの針金かけてもかけないでハサミだけで作ってもやっぱりね、これはいらない、こっち、うんうん、この枝だから、これは思い切ってね、だけどね、直接ギリギリは、うん、これはね、ちょっと太いとこ切るからね、ちょっと見苦しいけどね、少しね、このぐらい残して、これ、うん、ここの残してね、うん、これで落としちゃおう、うん、でこれは来年取るから綺麗に、うん、そしたら流れ的にね、これこういうか可愛らしさが出てきた、うん、動きが出てきたでしょ、うん、本当はね、これなんだよね、こっちでなくてね。ああ、そうか、うん、だけどこれちょっとね、これを少しこう可愛くちょっとこうしなつけてやるわ。だからこれも取っちゃおう、うん、これもいらんわ、これだけでいいっすね。でこれはこれで針金かけます、はい、だから全体の流れとしてはこう、あ、なんとなくね、あの自然さが見えたね。やっぱりここについてるよりいいでしょ、こうやってね、うん、普通は小さいやつはさ、うん、小さいのは細いんだよね、うん、ただこれは枝を取って挿し木したから、こういう太いのも出てるわけさ。それでやめないんでね、こんだけ小さかったらさ、もっともっと細くなかったら本当は理屈に合わないんだけどさ、それはね、もともとね、やってることが理屈に合わんことやってるんだからね、仕方ないやな、これ自然界と逆なことをやってるんだからさ。もうこの子は今頃は土になってたやつを生かして生きてんだから、もうそれ自体が逆なことやってんだからね。こういう今下枝こうかけたんですけどね、これはこれで別にしてこういう感じね、うん、なるんだけど、こういう感じになるんだけど、一応これはこれで独立させてね、こう作っていくわけでしょ。だからこの枝はこの枝でね、こういうまあ一本で見ててもちょっとかっこよく見えるように、ちょっとこういう感じにしてね、こういう感じにして、ちょっとこうやるでしょ、でちょっとこうやって、ちょっとこっちしろでしょ、こういう感じ、こんな感じにしとく。あ、なんかそれにもしね、うん、上の方さ、これにちょっとね、うん、枝ないもん、うん、ちょっと今この辺ね、もう少しすいてさ、この小枝が大事だから、下の枝は大事だよ、うん、下の枝大事なんだよ。それがなかなか、お主これがね、そうやってますね、指が入っていかないんですよ、こうやって。それでこれでさ、もうちょっと曲げればいいんだよね。あ、そうだよ、うん、そしたらもうちょっと枝の間隔がこう上の方に広がったら苔順悪いんだ、苔順悪いんだから、ちょっとここで曲げて
ちょっとこう下げればここの空間はね、うん、この空間気に入らないでしょ。そうそうそう、ちょっとバランス的に悪いから、そうそうそう、ここの空間が、うん、そうそうそう、それをね、その反対の枝がちょうどいいぐらいの、うん、これな、うん、これがちょっとこっちに欲しいところだね、これ、うん、これだけどこれ一本でも違うよ、うん、キュッとこれ、あ、そうだね、これね、うん、そういうことにしてさ、ちょっとその上がねちょっと微妙なんだよ、これね、これ今出てくるの待っててね、やってもいいんだけど、まあやったからにはかっこよく見せたいと思うから、ちょっとこう取りまーす。でここが枝で分かるようにします。ちょっと頭を取ります。こういう感じです。これ一本入ることによってさ、ここの空間が落ち着いたでしょ、うん、ちょっとね、これでね、こんな一枝でいいんだけどね、うん、そしてさ、これとこれとこれで合うでしょ、長さがちょうどいいもんね、ちょうどいいでしょ。そしてさ、これ 1,2,3,4 本ここにあるんだけど、うん、これはね、千鳥がかっこいいんだよね、うん、だからここがな、うん、こういうのをさ、なんて言ったでしょう、こういう枝の付き方、質問かい、はい、車くれちゃう、違います、カンヌキ、あ、これはカンヌキ枝ってね、やっぱりこう動きが少ないね、これがあると、うん、ただ事務的に感じる、これを一本ポンと置くことによってね、こういう空間がきちっとできたわけでしょ。そうすると日当たりもいいし風通しもいいんだよね。これは正解はカンヌキ枝です。やばい、クイズまで出せるようになった、はい、クイズですよ、今度は3択でやるから勉強しといてよ。いや、車って何ですか、車枝って何ですか、車枝ってここから4つも5つも出るの、同じとこから、あの自転車のフォークみたいな、ルみたいな、うん、昔はさ、そんなフォークとかね、専門用語で車枝って言ったの、うん、ここがね、今出るかどうか分かんないんだけど、うん、これ将来的にはここをきれいにこう落として、これ根をねきれいに見せたいの、全部こういう、どこまであるかな、ここまで出さなきゃダメなんだよね、くる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 、これ出てきた出てきた出てきた、ここなんです、本体は。これで一応こういうなんだけど、こういう根はあまり考えないでこうね、ザグザグってやらないと、こういう感じね、あの下にいっぱい立派なやつあるからね、あまり太いところやるときはちょっと気をつけるけど、だいたい上のやつは全部取るんです。これ取ってなるべく、そういうのが変に、あの僕がまたいだ変な根に、うん、そのまたいでさ、うん、なったりするから、きれいに取っておくと、これきれいな僕が今出てくるから、ここにあるんですよ、これこの根っこ切れねえの、これ、いや切るよ、これはね、こういうの見えるようにこれね、それ、うん、こうやって切っていくんですよ、この細いの、あんまり太いとこはさ徐々にやっていく、小さいのはさ他にもいっぱいあるから、これ、ああ分かった、これ出てたでしょ、出てたでしょ、こうやってね、了解、うん、あ、これは針金だ、根でね、こうでしょ、うん、こういくわけさ、でこれはちょっと太いけど、いいやっちまえ、こういう感じでね、これも、あ、あるけど、いきます、わあ、これ切ったらこれみんな枯れちゃうんだよね、ふと、こんなに出てんだよ、これちょっとあんまり引っ張らないで、これこの辺でやめとく、こういう感じでね、出てきたでしょ、僕ほれ出てきたでしょこれを出したいわけさ、最後はもっと出したいの、でずらーっとこういってね、そしてこう浴衣作りに、これで何年、4年目、1、もう5年目に入った、3、まあ5年目だこれで、いやもう来年はもうあれで未完成でね、完成だよ、そうそう、うん、これこうやってやったらいいね、大体大きすぎる、それよくつまようじで、その汁のがいいのペラペラで、これか、うん、これをどうすって、いや、つまようじにくるっと巻いてさ、うん、あ、つまようじがねえか、つまようじはあるけど、いや、いい、
これを巻くのかい、お主。これをこうやって、これでもいいや。そうだ、あれ金でもいいよ。こうやって巻いて心拍って書くんか、うんうん、あと長かったら切ればいいの。はい、これいい、かわいいでしょ。はい、はい、心拍です。ああ、引き立ったねこの方法いいな、今度な今度これやろう。